インドローイングでは脈動を、ペインティングでは風情を、コラージュにおいてはエニシを織り込むように具現化を試みております。そして点、線、面、そして色が織りなす多次元世界を見ていただきたいと思います。Thank you.